森本優は、高知県出身のラジオパーソナリティ、アナウンサー。高知県生まれ。父親が、転勤族だったため、愛媛県や沖縄県でも育つ。2005年中学2年生の時に、スクール・オブ・ロックで流れた学校でのいじめや親からの虐待に、悩みラジオを居場所としていた、同世代の女子中学生からの生電話を耳にして、ラジオが人を支える存在となることに感銘を受け、 高校時代にラジオと同じく好きな音楽やバスケットボールを応援できる存在になれるという理由からラジオパーソナリティを志す。大学時代はメディア社会学科でメディアの基礎知識を学びながらプライベートでラジオの公開放送やサテライトスタジオを見に行きその中でマンボウや城と言葉を交わす機会があったことが入社試験への大きな励みとなる。大学3年時には J-Wave、ハローワールドのアシスタントディレクターを数ヶ月間経験したり、またインターネットラジオやコミュニティ FM での仕事も行った。就職活動では高みを目指したい気持ちから、都会のラジオ局を志向し、都会でライブハウスの多くアーティストが多く来るという理由から、札幌を候補の一つとして考え大学卒業後 FM、北海道に入社。 営業編成局編成部に配属され、編成業務とともに、アナウンサーやパーソナリティも担当する。2019年7月現在、自ら企画書を書いた、レバンガステーション、アイマリアルを担当中。2020年6月、ラジオを聴く、きっかけ作りとして、今話したい100人という企画を立ち上げ、話をしたい人と、毎週一組とのトークを、 ツイートキャスティングで配信し、2021年5月100人とのトークを達成した。ありがとうございます。